第5問目、2006年プロになった地元のスター。って言い始めました。そう、そのあーが問題です。みんなは辻ヶ丘小学校を卒業したプロ野球選手をもちろん知っておるな。浅尾拓也さんと小山裕樹さん。特に浅尾さんは2006年にプロ入りするとシーズンのホールド数などで日本記録を持ち、親しい市民栄誉賞の第1号に選ばれておる。そんな浅尾さんが去年の12月に辻ヶ丘小学校にも来てくれたんじゃ。とっても優しい浅尾さん。みんなの質問にも丁寧に答えてくれたの。プロになるとどんな気持ちですか？プロになるとたくさん応援してくれる人がいるんで頑張ろうって思う気持ちになります。イベントの後も自分が所属していた野球チーム辻ヶ丘ドリームズの後輩たちにサインをしておった。引退を発表した浅尾さんじゃが、子供たちのヒーローなんじゃな。ここで問題。6歳から野球を始めた浅尾さん、辻ヶ丘ドリームズの頃はキャッチャーだった。丸か×か。もう一回いきますね。辻ヶ丘ドリームズの頃、浅尾さんはポジションはキャッチャーだった。丸か×か分かれてください。キャッチャーってピッチャーが投げた球を受け取る人ね。キャッチャー、ピッチャーがピッて投げた球をパーンって取る人、あれがキャッチャー。では答えを見てみましょう。正解は長すぎたな。正解は丸。中学校までキャッチャーだったんじゃ。いろいろな経験があって今の浅尾さんがいるんじゃ。みんなも頑張るんじゃぞ。正解は丸が正解。